アンタープラーラザンソグラミカカチューズナは、司法動物門の分類群の一つ、イソギンチャクやサンゴを含む、他の司法動物と異なり、その発生段階において、クラゲの時期を経ない。その代わりに、生子トランシを放出して、それらがプラヌラを形成し、気質に付着して成長する。出荷などにより無症生殖で増えるものもある。司法動物門の動物は、四方で食物を捕食する。 イソギンチャクは主に魚、サンゴはプランクトンを餌とする。増殖サンゴなどのように藻類やウズベンモームと共生する種もいる。カッチュウモはホストが排出する、窒素化合物や二酸化炭素を得、その代わりに、ホストはカッチュウモの生産物を取り込み、炭酸カルシウムの生産量を増やすことができる。イソギンチャクや、ある種のサンゴは単独で生活するが、多くのサンゴは、 遺伝的に同一のポリップからなる軍隊を作る。そのようなポリップは、形態的には、イソギンチャクによく似ているが、はるかに小さい。原生分類群の系統は次のようになる。カチューズナは、8っぱなし3ゴアズナと6っぱなし3ゴアズナに分類される。これらは単系統群で、ポリップの構造が8軸、または6軸で対象である。かつては、 花銀着目も赤ウの一つだと考えられていたが、花銀着目と角三合目は、現在では六っぱなしサンゴアズナに含められている。海内輪は,は海と坂目に含まれているが、以前は別の目に分けられていた。古生代に広く生息した群として、次の二グループがある。多くの絶滅したサンゴは、カルシウムの殻の化石によって分類される。 現在の一産米と似た祖先を持っていると考えられ、5億7千万年前から2億4500万年、前の古生代の頃から生息していた。他には次のような分類群がある。ありがとうございます。